はいえー、どうもこんにちは。今日はあの母子球荷重ボクシングで言われるやつですね、かかとを上げるってやつあれがどこから導かれてきたのかっていうことのこう文脈を考えてみようと思います、えー、今見てもらっているのが腸腰筋ですね、えー、と股関節の,あの足の大腿骨の付け根からみぞおちの方に付着しているものあとはあの骨盤に付着していますねでこの 筋肉が太いとですね、えー、股関節に、えー、骨盤とみぞれを引きつけるので骨盤が前傾しますつまり前に倒れるってことですねで次に見てほしいのは、えー、ハムストリングスですね、えー、これは後ろから見たハムの画像ですが模式図ですが、えーまあ、骨盤お尻の方にくっついていて、えー そこから肩、えーえーねの,の,まあの関節の方に脛骨に付着しているという感じで、これが収縮すると膝を曲げる力に変換されますね。 で先ほど腸腰筋は、ね、お尻を持ち上げるというふうに言いましたが、これもハムもですねお尻にくっついているので腸腰筋が強い場合、ハムが持ち上げられますね、これが骨盤が前傾した場合、ハムが使いやすくなるっていう論理ですね、構造的にそうなるってこと。で、次がです、ね、これはふくらはぎの筋肉ですね。 筋筋とひらめですで、えー。これも先ほど一緒で大腿骨からあかかとの方に付着してますねつまり、えー、先ほどの見,せ見てもらったハムが収縮するとヒラメ筋にも聴力がかかってです、ね、アキレス腱が引っ張られるっていうことですね これも腸腰筋から連鎖して起こるということが分かると思いますね腸腰筋が収縮するとアキレス腱が引っ張られるっていうことですね次に見てもらいたいのが今度はですね全体の連鎖反応を僕が模式化したものなんですけども三角が骨盤ですねで骨盤が倒れた場合前へ倒れた場合つまり前傾した場合腸腰筋の張力によって骨盤が前傾した場合 えー、ハムが引っ張られますねでハムが引っ張られると今度はけ骨が引っ張られますねでけ骨が引っ張られると今度は皮膚筋とひらめき筋が引っ張られますでそうなると、えー、連鎖的にアキレス腱まで引っ張られるってことですね、えー、要するにかかとが上がるってことなんですよね腸腰筋が強くて、えー、強い場合、えー、連鎖的にかかとが上がっていくっていうことで今見てもらってるのが骨盤が前傾した場合ですね ここういうふういいなな形になるっていうことですね。でこの腸腰筋の連鎖反応が、えーまあ、アキレス腱まで続くつまり、えー、かかとを上げるだろうということが、まあ、構造的にです、ねえーまあ、推測できますでここから母子球怪獣つま,、えー、つま先立ちです、ね、が導かれた文脈を考えてみたいんですけども、まあ、おそらくこう非常に股関節が強い人がいたつまり腸腰筋が強く骨盤が前傾する人がいたと。 と思うんですよねその人を観察したた人人がいたとで、えー、その人は腸腰筋から始まる連鎖反応によってかかとが持ち上がるわけですよね、アキレス腱によって。で、えー、それを見た人が、ですねおそらくあかかとが上げると強く踏み込めるんだっていうふうに早がってにしてしまったってことですね。えー、本質的な論理はあ腸腰筋の連鎖反応がですね自然にかかとを持ち上げるということなんですよね。つまりかかかとを持ち上げたから、えー 強く踏み込めるとか強く動けるというわけではなくて、えー、かかとが持ち上がるほど強い腸腰筋を持っていたから強く動けるということなんですね、おそらくここを早がてにしてか、もしくはあ、まあ、それを伝える人が、えー、前提となる知識を持っていなかったがために、こういったですね話が広がったのかなというような気がします、えーと。黒人ってうんこ座りできないって聞いたことありますかね。 黒人ってうんこ座りできなくてで、その時にかかとが持ち上がるんですよね。日本人のやるうんこ座りみたいに、えー、ベタっと足をつけられない。これどうしてかっていうと内転筋とか腸腰筋が強いので、足が日本人みたいに外側に開かないんですよね。あの、開脚できないんですよ。えー、実際それやってみてください。開脚せずに足をつけるのって、えー、無理なんですよね。つまりですね、これは、腸腰筋から始まる連鎖反応によって、黒人は、 足が、またが開かないので、えー、そもそもその構造的に、えー、足がベタ足にできないということなんですよね、おそらくこれが原因じゃないかと思いますね、あのー、足が、えー、股関節が開脚できないので、えー、連鎖反応によって、まあ、あアキレス腱が引っ張られてかかとが上がっちゃう、うんこ座りできない、今日本人のうんこ座りができないということですね。 えとまあ、黒人とか白人です、ね、の、まあ、うんこ座りを探してみてもらえたらなと思いますね、足が日本人みたいに開いてないんですよね、まあ、これがうんこ座りでかかとがつけられない理由じゃないかなという,ふうに思いますねで、えー、またこれが母子球、えー、かかげるボクシングのかかとを上げるが導かれた。 まあ文脈じゃなないかなと。要するに途中の文脈が抜け落ちてですね、結論だけが残ってしまったで、その結論を真似しようとしたってことですね、まあ、こういうことって往々にしてあるかなというふうに僕は思いますね、割と社会にあふれている、まあ、主張じゃないかなと思います。 でえー、と前回の動画でも説明したように、ですねあの足が開くと股関節が開くと足が歪んじゃって、横、まあ、脚のようになってですね床を踏みにくくなるわけですよね、で床が踏みにくくなると床反力が弱くなるので、えー、強く動けないということがなりますね、これを考えるとですね、えー、ストレッチ、いわゆる、えーまあ、柔軟体操ですね、あのベターっと体をつけて、えー、長らく、えー、体をこうなんていうのかな。 床につけてこう座るようなやつ、あれってどれほど効果があるのかということをに、まあ、疑問が生じてくるわけですよね、そもそも体が柔らかい方がいいという価値観についてもちょっと疑問を覚えるというか、ですねまだ僕はこれ、決断はしないんですけども、まあ、とてもですね大きな疑問を感じている部分でありますね、えーまあ、僕の導いた論理、ですね、えー、前提から推察すると、体は柔らかくない方がいいんですよね、関節の筋肉が硬い方がいいと。 結論でできるんですが、まあ、とはいえ、もしかしたら僕のとは全く違う論点からこの結論って導かれているかもしれないので、まあ、僕もまた早がてにしないといけないんですが、まあ、現時点での僕の考えはやっぱ柔軟体操ですね体を柔らかくするという考えにはあ、まあ、疑問を感じていますね、特に寝そべってとかですね えー、断続的に刺激を与えるのではなくて継続的に刺激を与えるやり方の柔軟体操、これに関してはとても大きな疑問を感じていません、なぜそれをやるんだろうと、えー、むしろです、ね、体が弱くなってしまうんじゃないか、えー、怪我につながるんじゃないかということですね、と、えー、いうふうに考えているということですね。あとまあもう一つののの結結論、論現時点での結論はあのー 体は硬い方が柔らかい動けているということですね股関節ロック肩甲骨ロックが構造的に起こせるから、えーまあ、反射を抑制しですね伸び伸び動けるというふうに、まあ、僕は今、結論してるんですよね体を固定する筋肉が弱くてですね、えー、外側の大きい強い筋肉を、えー、合理化できないので運動にそのせいで、えー、その足りない部分をですね別の部分で代償するしようとすると それがまた無駄な動きをですね、あの導いてきてしまうんじゃないかってことなんですよね。メリハリですよね、硬いところは硬く使った方が、う、え、が、ーまあ、体を柔らかくあの大きく動かせるっていうことじゃないかなという,ふうに思いますね、例えばカンネロとかメインウェザーの体が柔軟に動くのは、股関節の筋力とかですね、えーまあ、肩甲骨の筋力が高いので。 あの他の動きを代償しなくていいんですよねだからバタバタしないだからまあ滑らかでスムーズに起けるあの重心の移動も減らせるので、えー、まあ自然反射ですねあの転倒防止の反射が起こりにくいとだから力みも少ない、えー、っていうことじゃないかなというふうに思います矛盾するようですが股関節と肩甲骨は硬い方が四肢、えー、は柔らかく動かせるんじゃないか逆に、えー 股関節と肩甲骨を柔らかくしたら、四肢が硬くなるんじゃないかということですね、僕の結論としては、えーとまあ柔らかいならば柔らかいではないということですね、柔らかいという結論を導くための前提は別にあるよねということですね、結構ね、この、まあ、道後反復的な結論の仕方非常に多いわけですよね、柔らかいから柔らかいんだとかです、ね、動きが硬いから硬いんだとか、まあ、そういう指導も多いですよね。 えー、顎が引けないのは顎が引けないからガードが下がるのはガードが下がるからみたいなどっちかというとその前の前提が大切なんですよね姿勢であったりとか筋力であったりとかそこに行かずに、えーまあ、道後反復的にですね、えー、あなたが強いのはあなたが強いからだあなたが強いのはあなたが天才だからだあなたが弱いのはあなたに才能がないからだみたいなまあ主張が非常に多いかなという,ふうに思いますねボクシングに限らず社会的に。